大臣さん、カラカラサバ、今日も元気よく、まーるよ、カードイートデラックス頑張りますけど、6月26の月曜日に頑張って撮影していくんだけど、今日あれですね、99,999、乾燥船のやつが部屋にいるんで、頑張ってボコしていきたいと思います。そう、乾燥船のやつがいるんで、僕がね、ボッコボコのメッタメタのギットギトのブッスブスにしていこう。ブッスブスは俺の顔面だった。ごめんなさい。モニターに映った俺の顔に行っちゃったわ。ショーゴって名前だった気がするんだよな。ショーゴくん？ショーゴちゃん？ショーゴちゃんはおかしいかもしれないけど。喉がやばいね。俺さ、もうその撮影最近めっちゃしてるんだけどさ、喉がちょっと本当にやばいからね、たまにさ。あのマリカー実況は、まあ、そう沢さんとかモコモ先生に憧れてる以上応援無視してくれた。やっぱね、喉をめちゃくちゃ酷使してしまうんで、まあ喉にもね、喉いたわりつつ頑張って実況していきたい。まあここのコースは、まあ、しっかりと打開していく、しっかりと打開するんだけど、あのもうスター取られたら終わりだから、スター取られたらガチ引退したくなるからって、でも使っちゃって止まろう。今ワンチャン開始しないか、これ。まあ振らないかね。あー、これもうマジで弱いな。このパックンチョ弱いね。このパックンチョ弱いから、お前ポンデリングも食えや。お前甘党じゃないんか、カラトか、お前は。おいブス、お前ブス。あー、お前俺モニター映った俺の顔だったわ。ごめん、つい条件反射でちょっとあまりにもブスすぎてちょっとブスって言っちゃった。ブスにブスって言って何が悪いの？なんでなん？バナナなんであんの、そこに。これ振らない。いやまじカラカラは絶対振るでしょ。サンダーダブル取る、ありがとうありがとう。取らせてくれてもマジ優しいわ。あいつらマジで本当もう感謝だわ。今振れば強いのにな。いやこれ僕違う。ダーうわあオッケー、サンダーかいへえ。これカッタくらいやめて。なんでねえ、あんな頭にこわーとか、ね、側頭部に当たってきたらやめてもう優しく言うわ、やめて。おいダブル、お前優しい。お前ダブル取らせてくるの優しい。お前消えとけ、お前下に落ちちゃって、お前順位取っとけやバカ。おい頑張れ、引かれたら本当切れる。オッケー、ワンチャンない、これバナスター当てる。オッケー、なんか荒れてる、なんか荒れてて、いけ、うわやったやった神だかいやおい、乾燥勢どうだ、お前乾燥勢に勝った男、乾燥勢に勝った男、この男 S 級ゲームズ天才。第2レースはネイチャルロード、カラカラ砂漠の次の、ワリオコーさんボツです。すいません、ワリオコーさん6位ぐらい取っちゃったからボツにします。なかったことにしとけば別にいいでしょ。普通にもう6位っていう、もうほんと面白くなさすぎたんで、まあ、カットしたんだけど、まあ、ここのコースってあれです、前張りしましょう、前張りしましょうってやってる人間のやってることじゃないけどね、前張りしましょうってやってる人間じゃないけど、頑張っていきましょう。あの林修さんがいつやるの、今でしょって言ってるのに、ね、寝ながら今でしょって言ってるみたいなもんだからね。お前怠けてんじゃねえかって感じじゃねえ。例えが下手すぎました。今の例えはもう0点。ちょ、俺うるさくない、俺自分で今、俺自分の口に自分の耳が怒ってるもん。耳がよ、俺、脳みそって今、喧嘩勃発してるもん。俺、脳内で赤からの戦いが起こってるよ。耳 vs 目 vs 口で。そう。今の耳と口がやり合ってて、そう。目が、そう、目、あの、目というね、目という小早川秀明が裏切ってるもん。小早川目明が耳を裏切ってる。意味がわかんなくない、俺。俺のトークってなんか、ゴミじゃない？なんか、めっちゃ面白くないな。おもろない長い、そう長おもんないからね、俺のトークは長おもんない。こっちと、ここでスター使えるやつがみんな勝つって分かる。うん、公開するからね、ここね。うん、絶対使っちゃダメだよ、みんな絶対使わない方がいいからね。これ止まろう、マジ止まって止まる、はい、うまい。ねえ、お前ま落ちちゃうの、マジで。そこ落ちんぽ、こらえた、サンダー振った。なんでなん、ゴミだね、ゴミカス。あ、ごめん、あの画面に映った俺の顔だったわ、ゴミカス。俺実写版ゴミカスだから、そう、本当に。あの俺、あの君の名はとかの実写版いつかやるんだったら俺出ますよ。
君の名とかで実写版するあの新海誠監督が実写版に挑戦しようって言うんだったら俺出ます、実写版7組で。そうタキ君、そうタキ君、あなたにさ、なんかあのさあるじゃないですか、君の名はでさ階段で最後すれ違うみたいな、そう階段で最後すれ違う時にさ、俺あの後ろで生ゴミやります、あの階段にあると階段の途中にあるゴミ捨て場の生ゴミ役で俺出ますよ。いやクラクション、あぶねえ、このあのバナさんで一個かけてる時はマジで置いた方がいい、うまいよ、1位浮上してるよ、クラクションいけ、防御、いや悪くないこれ、後ろ見ながら歩こう、後ろ向いて、歌うのマジやでる、湧き立てで、ね、これいけるんじゃないこれね、頑張れ、いけるね、オッケー、あー完璧かよ、ないや前張りが上手すぎるこの男だよね、さウォータープルーワーク、ここの子は結構あれかな、前張りが強い、前張りが強いんではあるが、打開してみようかな、そうさっきのねサンシャイン空港は多分ねボツ寄りの採用かな、まあ、3レース目だけ使ってるかもしれないけど、そうまあ、1レース目と2レース目のトーク、そうトーク力がめちゃくちゃおぼつかない、そうおぶすかなかったんで、はい、おぶすだったんで、そうトークがね、そうトークも顔もブスだったから、あのボツにするかもしれない、はい、あのマリコ、まあそう、まあ、ゲーム実況者だったら顔が良くなかったら顔出ししちゃダメらしいです、はい、まあ、あのね澤さんが言ってましたよ、まあ、こう前行こうかな一回ね、これ使うよね、いいよ、うまいよ、まあ、これまず無敵をね持っていきたい、そう無敵をね12位で使ってもあんま意味なくて、結局ね、まあ、そうどれだけ上位で回避できるかが神高への栄光の架け橋、加納栄光の架け橋になるんで、俺あの加納栄光さんのチャンネル見てる、栄光 GO でしょ、俺栄光 GO 好きなんだよな、やめてよマジブーメラ当たる、これやめてよ、 OK いいよ、いいよ、今のなんか迅速な処理は良かった、あー6やりしたいな、これ、あ4やりめっちゃ良くない、4やりめっちゃ良くない、 OK6 やりした、今6やりした、ナイス、オッケー、今スターパクライトが終わった、今スターパクライトが本当切れてたから、よかった、本当によかった、ここで使う、オッケー、これ返す、絶対返す、わあ、絶対来るよね、ここね、残念、分かってます、僕ら天才なんで、天才ってね、みんなのね、はるか上を行くんだよ、残念、オッケー、踏ませてくれ、お前の顔を踏みたい、TKO 木下に憧れてます、待って、やばい、お前行って2位で割らせてもろて、いいよ、防御してトゲは来ない、いけるんじゃないこれ、やめてよ、使っていけ、伸ばして、負けたと思った、今のマジで危ねえ。